こんにちは、ミッドウェスト渡辺です。今日は、毎日もうこの秋着たくなるエイトンをご紹介したいと思います。はい、もうエイトンがね、こんなにたくさん揃ってきたので、ちょっといろいろとご紹介していこうかなと。で、簡単にエイトンをご紹介させていただくと、ここにしかないものっていうものをキーワードに、もうデザインから生産の全ての過程において丁寧っていうのを形にしたブランドになってます。もうこの生産者さんとのもう密なコミュニケーションをこう大事にしながら、こう目に見える生産背景できっちりとしたものづくりを丁寧にされているブランドさんですね。こう持ってるともう本当にスタイリングが本当に楽になるし、絶対使うってやつです、うん、そう、もうスタメン入り間違いなし、もう何回もリピートして着たくなるお洋服がたくさんあるので、今日はちょっとご紹介、スタイリングでね、ご紹介していこうと思います。はい、ではまず一つ目はこちらですね。アルパカのモックネックのニットです。サイズは2のワンサイズでオーダーしておりまして、お値段が 46,200円です。はい、ちょっとショート丈のね感じの、うん、あんまり長すぎない丈のニットですね。でちょっとこのモックネックが特徴です。うわ、アルパカの毛なんでがちょっと混じってるんで、めちゃめちゃあったかい、もうちょっと今暑いぐらい、暑いぐらい、もちもちですよね。うん、めちゃくちゃもちもちです。結構弾力のあるニットなんですけど、そうですよね、めっちゃ軽いんですよ。あ、そう、重たいニットとか結構あるんですけど、こういう分厚いやつって、これはもう本当に軽い。この毛の感じとかもすごい可愛いよね。ちょっと近寄れないか。グリーンも一応色違いでね、グリーンも用意してます。これも本当にチクチクしない。私結構チクチクするの無理なタイプなんですけど、首元もチクチクしにくくてめちゃくちゃ着やすいです。なんか今日僕、うん、エイトンの動画撮るよって絶対言いたいことがあって、うんうん、何何、なんか僕って結構服飽き性なんですよ。あ、はい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 、やっぱデザインのものとかシンプルなものを買いますけど、うん、やっぱ手放しちゃうことが多くて、売っちゃうとかが多いんですけど、まあ、エイトンのこういうベーシックでかつ、うん、素材的にももう本当に追求してるブランドとかって、うんうん、飽きても着るかなっていうのが、あ、最近、ね、飽きても着る服っていうのが自分の中でなんかテーマにあって、うんうんうん、これはそうやなと思ったんです。そういう感じだと思う。しかもまた絶対着たくなるし、そうですね、着たくなる。大人になっても着れるし、もちろん大人の人が着てもいいし、はい、なんか本当にずっと着れるやつみたいな、ね、感じやんね。なんかぴったりハマってる感じがして、うんうん、エイトンいいなとは最近思って。そうそう、本当にエターナルなデザインで。ですよね。ね、このやりすぎてない。でもシルエットすごい綺麗、ね。いや、でもちょっとやっぱ変化はありますね、それ。うんうん、この腕のボリューム感とか、はい、この短さとかねがちょっとこう今っぽさもプラスしつつみたいな感じですね。これ系のニットにしたらリブ強めじゃないですか。そう、めっちゃキュッて絞ってあります。この感じがまた可愛いかも。だからこれ調整できるし、あ、それがだからいいですよね。そうそう、止める感じ、ちょっとロマンティックなコーディネートにしてみた、うん、甘めな、どう？確かに甘いです。珍しくない？確かに珍しいですね。可愛いよね、この踏み絵田中のこのスカートにめっちゃ合うなと思って。こんな感じでちょっと秋デートに行くのもいいんじゃないでしょうか。いいと思います、これは。でもこのブーツがミッドウェストらしさを捨ててない感じ。こんな感じで一着目はちょっとロマンティックな感じのコーディネートにしてみました。はい、はい、じゃあ次着替えてきます。はい、はい、では2つ目のコーディネートがこちらです。このさっきのプルオーバーのニットのこのカーディガンバージョンを着てきました。こんな感じ、なんかカーディガンやけど、はい、なんかちょっとブルゾンっぽいタイプじゃない？そうですね、ね、かなり上まで止まるんでプルオーバーとしても着てもらえるし、はい、ちょっとした羽織にねめちゃくちゃ便利なタイプです。です。素材はもうさっきと全く一緒のアルパカ入りの、はい、柔らかくて軽いニットになってます。でも丈が少し長く、そう、さっきよりだいぶちょっとオーバーサイズな感じかも。そうですね。しかも、はい、うちのブランドとの相性の良さ抜群です。中に着てるのはマメ。このコーディネートちょっとすごいです。めっちゃいいよねこれ。私といえばこのニットですっていうなんかコメント来てた YouTube に定着。え、私さん持ってましたっけそれ。持ってない。
言われたカーディガン持ってないんですけど欲しいとは思ってる。いやでもそれにそのカーディガンめっちゃ可愛いですよ、うん、だってこれめっちゃ使えるからすごい着ちゃうんよね。いやでもこの合わせ可愛いよね。で、にこのブラウンのバッグでワイドパンツ、そうそうそう、大人のまあちょっとリラックスカジュアルコーディネートをイメージしてみました。感じでカジュアルにもえいいよね。ちょっともう上質かける上質で、そうですね、大人、かなり大人にしてみましたけど、でもちょっと普通は嫌な人が合わせてる感じがいいです、うん、あそうそうそうやね、はい、普通じゃなくてちょっとおしゃれしたいっていう感じの、もうあの5周目ぐらいの方です、うん、そうやね、はい、確かに、まあ、これあの全然パサって開けても可愛いんで、え冬だったらこの上からそのコートを着るってことですね。そうなんですよ、まあ、この2つはねもうなんかなんだかんだ紹介してるから、はい、ちょっとまあいいかなって思ってたけど、せっかく話になっちゃった、あそう勝手になんかまあなんやかんやいろいろ紹介、いやでもせっかくならね着とかないと。えでもベージュはまだ見てないですよ。あベージュまだ見てなかったっけ、はい、だからベージュ着てもらいたいです。全然いけるわ。え、同じじゃないんですか。全然いけます。アームなんかこうさむごってなるかなと思ったけど余裕、まあ色合い的にはこっちの方がいいかもしれない。まあでもかっこいいよね。いやでも全然大丈夫です。トレンチみたいで、ね、確かにねいけてますね。もう冬てかこれ多分これ相当あったかいんですよ、はいはいはい、もう想像の3倍はあったかい。リアルに盛りすぎて3倍ちょっと今汗かかないように必死な感じなぐらい暑い、はい、暑いぐらいあったかいから多分これで真冬行けると思う。あとストール巻いてもらったら寒がりの人はぜひこのアルパカニットはおすすめです。はい、はい、じゃあ次行ってきます。はい、はい、では3つ目できました。こんな感じです。今回はこのスカートですね。42,900円のサイズ1番を着てます。これぐらいの163センチで結構ロング丈のスカートですね。もうボックスシルエットのストーンとした感じのシルエットですね。なんかそんなにサイズ1でも小さくないんで結構着やすいし、お尻が多分目立たないあのスカートですね。ここでこうキュッてなったりしてないんでストーンと落ちてくれるんで、お尻がバーンって張って見えるとかがない綺麗なシルエットに見せてくれるんですね。でこのちょっと腰の下についてるこの大きめのポケットでこうカバーもしてくれるし、この辺りのちょっとこう立体的についてるポケットが可愛くない？いや可愛いですね。どうなってるの？上に貼り付けてある。あそうなんです、可愛いよね。これはねウール100でちょっとこう圧縮されたような感じの素材感になってますね。きれいめにも着れるし、まあ、こういうちょっとなんだろうちょっとモードっぽい感じのあデザインのあるこういうニットに合わせてもすごい可愛い。いやいいね、このニット可愛くてお気に入り。これフォトコピューですね。ショッピングショッピング的なイメージですね。ちょっとまあ女友達とショッピング、あの雑貨屋巡り的な違いますけど、あそうですね、インテリアそんな感じはしますけどそうですね、はい、ちょっと今日はテーブル探しに行こうかなみたいな、そうですね、ステンドガラスみたいにうん感じのイメージですね。はい、はい、こういうだからこういうさデザインものにもしっかりマッチしてくれるんですよね。なんかこれで下もさデザインブワってなってたら結構すごいやん。好きな人はそれでいいですけどね、うんうんうん、それはそれで可愛いと思うんですけど、なんかこれでちょっと大人にしてくれるっていうか、こういうのもしっかり合わせやすい、はい、この子がしっかり目立ってくれるコーディネートでもちゃんとデザイン入ってるっていう、そうですね、なんかほんとシンプルに合わせすぎると次浮くじゃないですか、うん、そうそうそう、どっちも合わないんで、これはそんなことないですよ ね、やっぱこの上質さがいいかもしれない。いやポイントです、そこ、うん、キーポイントです今回は、ね、では4つ目のコーディネートがこちらです。こんな感じでこのベストとスカートがイートンですね。はい、はい、ベストが36,200円、あ300円です36,300円です。はい、はい、のサイズ2です。サイズ2だけでは出してたと思います。はい、でスカートが同じ 36,300円でサイズ1で履いてますね。はい、でこのちょっとまあイメージは図書館
あ図書館系、はい、ちょっと知的なイメージにしてみました。なるほど、知的なイメージだけどちょっとチュールあー抜け目ないですね。チュールです。可愛くない、このチュール合わせ。可愛、はい、いです。可愛いです、ね、さりげない感じこういうベーシックなスタイルにチュールを盛り込むという、めっちゃいいと思います。今っぽいでしょ、はい、可愛いよね。この合わせやってみたらめっちゃ可愛いなと思って。めっちゃ可愛いですね。これは下デニムでも、まあ、このスカートもね可愛いなと思って合わせてみました。はいはい、これもね素材がめちゃくちゃ柔らかくて気持ちよくて、さっきとはちょっと変わるんですね。そう、モールの糸みたいな感じの編み、モールの糸で編んだニットって感じですね。なんか糸も多分いろんな色で染めてるんで、ちょっとこうグラデーションに、うん、奥行きのある感じというか、はい、深みのあるカラーになってますね。ライトグレーなんですけど、はい、でちょっとオーバーサイズのベストなんで、こういう中にシャツとかレイヤードしても余裕で着れますね。と下のスカートはもうフリース、これはフリースか、本当にスポーツとか、はい、アウトドアとかで使う用のフリースを使用してるみたい。ガチガチのガチじゃないですか、ね、そうそうそう、もう肌触りとあったかさが尋常じゃないしかもこれ2枚仕立てにしてて、モーニングとはちょっと違うんですけど、2枚なんですよ、はあ、裏表でしっかり縫われてて、そうボンディングとは違う、もう本当にフリースの素材だからシワにもなんないし、で形がまた綺麗なんですよね。このタイプ、これ1枚の大きい布なんで、このドレープがすごい綺麗なのと、後ろだけでつなぎ合わせてるんですよ、このセンターで。めっちゃ高そうに見えますけど、ね、すごいよね。こう1枚のでっかい布をここだけで貼り合わせてるから、このシルエットがこういう生まれるんですよね。おー、めっちゃ綺麗。もうたっぷり生地使ってます。たっぷりですね。でこれは本当にあったかい、 あったかいやつしかないやん。あったかいのしかないです。あったかいスカートを探されてる方、はい、これです見つけました。もうめっちゃタイツいらんぐらいちゃうかなっていうぐらいあったかいから、このなんかずっと素肌に触れていたい感じ。あー、そういう裏地でしたね。今さった膝掛けを巻いてブランケットこう巻いて歩いてる、そうそうそう、ブランケットを巻いて歩いてる感じ。でもなんかさ、そんなにめっちゃボリュームボーンって感じじゃなくない？はい、それがいいよね。ちゃんとストンとこう綺麗に仕立ててくれてるから。着ちゃう？着ちゃいます着ちゃう。この209,000円のコート、スーパー1600、160です。160カシミヤレベルの糸を使ったこちらのコードですね。ここでも全然いけそう、軽いし、本当に軽い。はい、こんな感じです。結構ね、このコートはミリタリーコートなんですよね。でももう余計な装飾とかは全部外してるんで、そういうちょっと泥臭さみたいなのはなく、シンプルな感じで、女の人もすごいこう綺麗めなスタイルが好きな人も全然着れちゃうコートにしてありますね。はい、こんな感じ、もう上質上質上質オン上質じゃないですか。上質オン上質、おー可愛いですね、やっぱこれ。こんな感じでちょっと知的なコーディネートでした。はい、ではラストこちら着てきました。こんな感じです。このアウターカーディガン、カーディガン、こちらのガウンがイートンですね、はい、こちらお値段が64,900円です。はい、はい、これはですね、裏地がついてます。はい、なので本当にアウターとして結構がっつり使っていただけるタイプのニットになってますね。はい、本当にもう車移動の人はこれぐらいで全然いいんじゃないかっていう、あんまり厚いアウターいらないって方も多いんで、はいはいはい、これぐらいのやつがあるとまあすごい便利じゃない？便利じゃないですかね。ね、これはもうパサッと羽織るだけで大きなポケット付き。はい、で、素材はウールとリサイクルのカシミヤが使われてますね。うん、なので肌触りもめちゃくちゃいいです。ベンズライクというかちょっとハードな、かっこいい感じのスタイリングにしてみました。はい、もうこれさ、中下スウェットとかでもよくない？にこれパッて羽織るだけでもさ、なんか完成してくれる感ある。いや、してますよね。そんな感じでどう？いろんなさスタイリングにエイトン結構ハマってなかった？ハマってましたね。めちゃくちゃハマってたよね、最初のちょっとロマンチックな感じとか、
まあ、綺麗め、まあ、シャツインするとか、まあ、ちょっとデザインのあるニットだとか、はい、結構そういういろんなスタイリングにもう本当に欠かせないアイテムだから、もうスタメン入り間違いない、長く使えるスタンダードなアイテムとしてもう1個持っておくとめちゃめちゃ便利で使えますそうで、お気に入りのアイテムになることはもう間違いない、間違いなし、はい、飽きても使う、はい、これぜひと使うと思います。なんかまたこれ今年も着てるみたいな。いや、そのパターンになるアイテムです。そうそうそう。でも多分褒められると思う。え、それどこのなんかいいねみたいな感じで、なんかさりげなくおしゃれやから。さりげないですよ。ね、はい、もうそういうエイトの本当に毎日着たくなる、この秋毎日着たくなるエイト。というタイトル。タイトルできましょう。はい、タイトルできた、できた、できた、できたね。できましたね。できちゃったね。はい。こんな感じで、まあ、このアウターとかもね、すごくいいですし、もう本当にいいものが、しかも今ならこんなに揃って見れるので、ぜひぜひオンラインと店頭もぜひチェックしに、まあ実際もう触ってみてほしいっていう感じなので、もう体験してもらえればもう絶対納得のいくものたちばっかりなので、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。